聖女の魔力は万能ですわ。立花の床によるライトノベル。2016年4月29日から小説投稿サイト、小説家になるをにて、立花名義で連載されている。ウェブ小説をもとに、2017年2月10日、角川ブックスより単行本化された。イラストは玉なし、安幸が担当している。メディアミックスとして、 2017年7月31日から藤屋月によるコミカライズが無料漫画配信サイト、コミ効果はないのフロースコミックにて連載中。2018年にはシチュエーションオーディオドラマ化されており、アルベルトホーク役を畑野渡るが担当していて、1と2のシチュエーションは無料。3つ目は原作第3巻の購入特典 URL として付属した。さらに2020年には、 ディオメディア制作によるテレビアニメ化が発表された。2020年10月5日から、アワアグによるスピンオフ漫画である、聖女の魔力は万能ですもう一人の聖女が、コミ効果はないのフロースコミックにて連載中。2021年6月時点で、シリーズ累計発行部数は240万部を突破している。毎月数度の連載を行っていたが、 2021年6月27日を最後に休止状態となっている。本作品は立花の床が立花名義で2016年4月29日より小説家になろうに連載している。掲載開始10日後の5月9日には小説家になろうの日刊ランキング1位、1ヶ月後の5月29日にはジャンル別ランキングにおいて日刊週刊、 月間で同時に1位となった。累計では2017年6月時点で1428万8206回368万4023人に読まれている。掲載開始8ヶ月後の2016年12月28日には作者の立花の床より書籍として翌年2月に出版することが告知された。書籍の内容は小説家になろうの連載よりも 20%くらい増量していますとし、ウェブ版を書くときに削った部分は追加されていますと、大筋での際はないことが予告された。書籍は2017年2月10日に角川ブックスより第1巻が刊行された。立花は小説家になろうのトップページの章の案内を見たことがきっかけで書き始め、参考のために閲覧した人気ランキングで男性向けでも 女性向けでもタイトルに聖女が入っていることを知り、そこからプロットを組み立てていった。作中のキャラクターは同じ職場で働きたい人というコンセプトで設定されている。そのため、登場人物のほとんどが主人公に、好意的で唯一主人公を礼遇して、トラブルメーカーとなる人物も過失と思い込みによるもので、悪意はなく、悪人が一切登場しないのが、 特徴的と言える。なお、カイル王子の処遇に関しては、単行本議官の作者跡書きの中で、当初のストーリー構想では断罪されて、偽聖女アイラと共に、国外追放される予定だったのを、アイラがかわいそうという読者の声が多かったため、方針変更したと語っている。HPMP レベル、魔法を含むスキルなどが、数値化されて確認できる、異世界。スランニア王国では、 数世代に一度、国が正気に覆われ、魔物が大量発生する時代がやってくる。これまではその度に、魔を払う力を持つ、聖女が現れ、国を救ってきた。過去一度だけ聖女が現れなかった時は、儀式により、聖女を召喚した。今回またも聖女が現れず、王と獣神たちは、やむなく伝説の儀式、聖女召喚の儀を行う。召喚されたのが、 高梨清と、味噌の愛良の二人の日本人であった。しかし、王国の第一王子カイル、スランタニアは愛らしか目に入らず、彼女だけを聖女として扱った。無視された聖は起こり、王宮を出ようとするがえくあてもなく、薬用植物研究所にて研究員として、働き始める。召喚から三ヶ月後、王国の第三騎士団が、魔物討伐で甚大な被害を受けるが、 生の作ったポーションで団長アルベルト・ホークラは回復する。以降、ホークたちとの交流を続け、図書館で知り合ったエリザベス・アシュレイの頼みを聞いたり、宮廷魔導士団で魔法付与を行ったり、ホーク団長に魔法付与されたアクセサリーを渡すため、第三騎士団を訪ねるなどして、日々を過ごしていた。召喚から7ヶ月後、 城の書庫にあった本で、回復魔法を学んだ生は、再度の魔物討伐で負傷した騎士たちを見舞う。その際、回復不能の重傷を負った騎士を放っておけなかった生は、強力な回復魔法で、体の欠損すら再生させてしまい、彼らから聖女として崇められることになる。その直後、聖女召喚の義の反動による昏睡から目覚めた、宮廷魔道師団長、 有利ドレベスから鑑定を受けるが、国一番の魔導士である彼より、生の方が、レベルが上で、鑑定不能だった。報告を受けた国王ジークフリートスランタニアは、公の越見の場で、生に謝罪し、恩賞として何を望むかと問う。特に欲しいもののない生は、金書庫の閲覧と世紀の魔法指導を願いで、有利から直接魔法の指導を受けることになる。召喚から9ヶ月後、 生は、ホーク団長を率いる魔物討伐に回復要因として参加する。ところが団長が窮地に陥った時、生の中から金色の魔力が溢れ出す。それは、周囲の魔物と魔物が湧き出す黒い沼を飲み込むと、一瞬ですべてを消し去った。聖女の実が使えるという伝説の広域浄化魔法、聖女の術に他ならなかった。この功績により、生は、 王宮すべてから聖女だと認められる。しかし、アイラを聖女にしようと必死だったカイル王子はそれを信じず、聖は聖女ではないと人目のある場所で発言してしまい、不王から謹慎を命じられた。召喚から1年後、聖はホーク団長及び第三騎士団と共に薬師の聖地と呼ばれるクラウスナー領へ魔物討伐の遠征に向かう。この遠征で、 ホーク団長のことを思い浮かべるのが、聖女の術の発動条件であると気づき、術を自在に発動できるようになる。第1巻は出版物流通大手の日版が運営するサイト、本の引き出しが集計するライト文芸ランキングにおいて2017年1月24日から2月20日集計の13位となった。第2巻は、 同ランキングの2017年8月21日から9月20日集計で6位となった。第3巻は、ライト文芸ランキングの2018年9月21日から10月20日集計で5位となり、全ジャンル総合の週刊ランキングでも7位となった。2021年4月から6月まで ATX 他にて放送された。アニメ版では、原作、コミカライズ版にあった。 レベル、HP、MP、スキルレベルが確認できるゲームのパラメーター的なステータス画面が存在せず、現実世界と同様に能力の高さは数値ではなく感覚的なものとして描かれている。また、原作では物語の合間に舞台裏としてスランタニア王国側の事情を説明するパートが挿入されているが、アニメではアイラの視点で描かれる第7話を除けば、 性以外の人物しか登場しないシーンは最低限しか描かれていない。原作では、正常召喚直後にカイル王子が性を無視した理由は明確に描かれず、謹慎を受けるまで召喚された異世界人はアイラ・カズトだけと思い込んでいた。しかしアニメ版では、アニメオリジナルの設定を追加することで、原作での彼の行動の不自然さを解消する補完が行われている。 アニメ版のカイル王子は召喚された異世界人が二人いることは認識していたが、性の身なりが地味だったため聖女に仕える次女か乳母が一緒に転送されてきたと勘違いをし、王族がそのような身分の低い者に直接話しかけたりしないのはスランタニア王国では当然の振る舞いであったと説明されている。その後、自分の手から離れて放火変境白家や、 バルデッカ伯爵家といった有力貴族関係者の飛行を経た性が目覚ましい。実績を上げる中で、アイラが聖女ではない可能性が高くなってきた。そのため、自分が失脚した後に、彼女が偽聖女として、咎めを受けるのを防ぐために、あえて顔面な王子として振る舞い聖女性を、公衆の面前で侮辱することで、アイラはカイロ王子の暴走に巻き込まれた被害者と周囲に印象付け、 弟のレイン王子に、アイラの保護を引き継がせるのが死にだった。ありがとうございます。